つの体内で育てる生殖形態のうち、胎盤を作るものを胎性と呼び、卵胎性と区別する。胎盤は、プラセンタとして利用される。胎盤は、母体由来の規定脱落膜と、胎児由来の重毛膜重毛部とから構成されている。形態は、動物種により異なり、馬、豚などに見られる、散在性胎盤、半数類に見られる、多胎盤、食肉類に見られる。 胎状胎盤、人、猿、マウスなどに見られる、板状胎盤に分類される。胎盤と胎児は、最大で連絡されている。胎盤の主な機能は、母体側と胎児側の代謝物質交換、ガス交換や、胎児側への免疫学的支援である。また、ホルモンを産生し、妊娠を維持する。胎盤は、分娩時、胎児の後に、後算として便出される。 後残として、共に出てくる葉膜、細体などを含めて、エナと称される。さらに残存している変性した胎盤や腹膜、子宮粘膜の分泌液、血液などの、ほぼ完全に排出されるまで続くものをおろという。胎盤を形成することは哺乳類の特徴とされる、こともあるが、実際は、哺乳類の一部の系統である、有胎盤類のみが胎盤を持つ。では、 炭鉱類と有体類が胎盤を作らない。ただし有体類は、一般的に胎盤と呼ばれる胎児を十分に成長させる高機能な小尿膜胎盤は作らないが、低機能な卵黄脳胎盤を作る。胎盤は哺乳類に限るものではなく、サメの一部が胎盤を作る。ただし、サメの多くは胎盤を作らない卵体制で、さらに完全な卵性の種も少なくない。 胎盤の構造上部母体側から酸素、養分に富む動脈血が赤と青の細かい点で描かれた空撃、すなわち重毛管構内に放出され、静脈から母体に戻る。一方、図右下にある最体から重毛管空側に向かって、へそ動脈が流れ、頭中に樹木のように見える重毛を経由するうちに、ガス交換、栄養吸収、老廃物の放出が行われ、 へそじ脈を経由して、胎児側に戻る。頭中の用語を、左上から、右下に向かって以下に示す。重毛、海面層、母体血管、胎盤中核、周炎銅、重毛膜、葉膜,膜、栄養膜、2本のへそ動脈、1本のへそじ脈最大、いわゆる、へその尾。なお、へそ動脈と、へそじ脈の色は実際とは逆に描かれている。 人の胎盤出産後数分経過した時点のもの。写真上部の白い紐状の組織が最大指で示している部分が胎児の頭部の位置に相当する。容器と接している面が母体側である。写真下側に胎盤を取り囲んで白く不透明に見える組織は葉膜の一部。なお、胎盤のラテン語表記プラセンタは古代ローマで。 食べられていた平らなケーキという意味であり、写真の形状とも合致する。胎児側では胎盤は葉膜で強され、次にある重毛膜盤から樹状に重毛が生えている。樹幹にあたる肝重毛から枝のように分子重毛が形成されている。木の最上位部で基定脱落膜に付着、固定している重毛が付着重毛で、それ以外の付着していない重毛を 不遊獣毛という。獣毛内は胎児血管が走っている。母体側では規定脱落膜から母体血管が開口し、母体血が噴出している。獣毛はこの血液の中を漂っている。規定脱落膜の一部は獣毛膜板に向かって流気し、区画分けしている。この流気を胎盤中核と呼ぶ。胎盤中核は、 重毛膜板には付着しておらず、すべての区画は開通している。注意すべきことは、母体の血液と胎児の血液とは直接混合していないことである。酸素、境養分、老廃物などの物質交換は結晶を介して行われている。このため、母体と胎児の血液型が異なっていても、異形輸血のような凝血は起こらない構造になっている。この構造を、 プラセンタルバリアという。このことから、胎児から見ると胎盤は、葉膜の外側にあるが、胎児側の臓器とも言える。主に産生される、タンパク質ホルモンは、人ト重毛性後などトロピン及び、人体膜性ラクトゲンがある。ステロイドホルモンは、プロゲステロン、エストロゲンがある。弁出後は、臓器としての役割を得て脱落する。産後に、 羊膜糖と一緒に胎盤を食事して、分娩による消耗を補填する動物もいる。豚、馬、人などの胎盤は、医薬品として、漢方薬の紫にぐるまなどの他に化粧品や、健康食品などに利用されている。日本では俗に、プラセンタと呼ばれる。日本では、胎盤や細体を勝手に処分することはできない。また、妊娠12週以前の死体も同様である。 これらは、手術に使われた綿やガーゼなど他の産物などと、共に、地方自治体が、処分方法を条例で定めている。東京都では、エナ及び、産営物取扱業取締条例により、処分方法を規定している。中世日本においては、エナを埋める場所の種族が東西では異なっていたことが、指摘されている。東国では都口に埋め、西国では、 山室の床下,下か、縁の下に埋められたが、これは、東が血を意むことが少ない縄文文化的習俗の、名残イコール狩猟的文化があり、血を意む西との違いにつながったものと考えられている。ホロは、戦で甲冑の上からまとう、大きな布であり、弓矢や陶石から身を守るのに使う。荒井白石は、本町軍機構において、 ホロと呼ぶ理由として、用途と形状を絵ナになぞったとする説を述べている。一方、民族学者、港区マグスは、天石の、羽衣の御者であるとする説を述べている。ありがとうございます。